こんにちは白井ミュージックの白井と清水です今回ご紹介するのはこちらえー、タマのトレーニングパッド、えー、プラクティスパッドというふうに名前が付いてますねえー、TSP9 のご紹介ですではいつものようにねカタログの文章を読んでいきましょうスネアドラムを叩いているような適度なリバウンドと ヒットした瞬間のリアルな感触を追求した練習パッド適度な重量と硬さを持つ木材繊維素材 MDF ベース部に座面には耐久性対摩耗性に優れた6ミリ厚ニトリルブタジエンラバーを採用この組み合わせによってもたらされる適度なリバウンドはコントロールのしやすさとともに力みによる疲れを防止 長時間の練習に最適ですさらにスティックが触れた瞬間の感触がスネアドラムに非常に近く練習で培った感触をそのまま本物のドラムで実現可能ですまた裏面には滑りにくい素材を採用しているため机の上やスネアドラムのヘッドなどの上などに置いても練習が可能別売りのスタンドにセットすることもできますので 場所を選ばずにお使いいただけますということで今回なんかすごくないですかなんかがっつりこうねすごいこう今までの球の中では結構言葉として強め強めめに伝えてる感じがしますね、えー、スネアドラムを叩いているような適度なリバウンドとヒットした瞬間のリアルな感触を追求した練習パッドって言われた時に。 最初に僕が思うのはいやスネアの感触ってね結構もうパンパンに張ったヘッドえー、ローピッチにしたもの、えー、しっかりミュートをローピッチの上にねこうタオルとかこう半分ぐらいこうのせちゃった感じこれやっぱ全部違うわけですよだからいやどのスネアに合わせてるのかなと。 い、えー、いうふうふに思ってました、えー、例えば僕あのリアルフィールとか結構好きです HQ のねあ今エバンスだエバンスの、えー、リアルフィール、えー、とても好きなんですけれどもあれはリバウンドが強めでちょっと弱くしたければなんか上にタオルかなんか敷くとちょっと弱くなるよねみたいな感じである程度調整も可能というところで、あのー、すごい好きなんですよ。えー、例えばこうねこれ HQ 時代のロゴがついてますけどアップレンティスえっ、ー、と。 まあ初心者向けとされている7インチのパッドがありましてでプラスこう12インチのねえこれエヴァンスロゴになってますねえこのパッドでえっと僕エヴァンスのこのパッドを結構好きな理由としてはこの MDF もいろいろありましてこの MDF の中でもここまでこう音が小さいのってあんまりないみたいで。 こう他のメーカーのものでも同じように MDF とラバーなのにもっと音がねコンコンってなってしまうものとか結構あるんですよ。で僕まあリアルフィールって結構反発がね強くてリバウンドがこう強めだから、えー、例えば上にタオルとか1枚乗せるとちょっと弱くなるとかそういう調整ができてかつ。 こうなんかリバウンドのの、えー、初心者のの方とかですねリバウンドを拾う練習っていうのもしやすいということで僕ね、あのーまあ、まず最初何買ったらいいですかっていう時にずっとねこの、えー、エヴァンスの、えー、練習パッドよく勧めてました。で、えー、そこから例えば、えー、ワークアウトパッドっていうようなあんまり跳ねないもの えーを使ってよりこう鍛錬をするみたいなね、えー、練習という方法もあるしまあいろんなものがあってで僕はスネアの感触をその練習パッドに合わせてチューニングしてみればいいと思ってたんですよこうカンカンなス,スネアの感じあともうダスダスなスネアの感じっていうのをまあ練習パッドこんな感じじゃあこんな感じのダカンってどんな感じだろうってチューニングしてみるね。 それで僕いいのかなと思ってたんですよねで、えー、そうしたらですねちょっと今回のこの玉のパッドはスネアに近いだかんって言われてじゃあちょっと叩いてみますよ。わかる <laughs> このピッチ感のスネアわかるあのちゃんとリバウンドするんですだけど えちょっと低めにリバウンドさせるとこの辺で止まる感じねこれは確かにリアルだ <laughs> すげえんかツイッターで僕ちょっとこれバッと叩いてあこれすごいわと思ってちょうどいいリバウンド感あのー、まあ全くの初心者の人もそういけるリバウンド感だし ちゃんとこう練習したいなこうなんかリバウンド取る練習したいなっていう時に若干負荷がかかるみたいな、えー、すごいバランスのやつ出してきたなと思いましたで、えー、このご時世ね、えー、ちょっと出かけられないから自宅で練習しようみたいなことでこういうトレーニングパッドを使われる方もいらっしゃると思います、えー、今回はこのパッドを HS40TPN というこの玉のスタンドこちらにえ乗せています でいわゆる小型のパッドにありがちなこの8ミリ系の穴、ね、これが多摩のものにはないんですよ。ないです。これがねすごいあの。僕は経験あるんですけどなんかまあスタンドにこうつけて置いといて。 でも本当、もう、ここ、ちょっとこう、もたれかかっちゃったりして、ここがめきってめくれちゃうみたいなね、そういう事故。えー、一度だけ経験がありまして、一度経験したのでもう二度と経験するまいと、すごく気をつけていますけれども、あの、そういう事故が起こることがあると。で、えー、まあもちろん、ネジ一本のスタンドの方が低価格でできるんですけれども、こちらですね、ちゃんとスネアと同じ、このバスケットで、 止めることでまあそういう破損事故ですねをなくすでそれだけじゃないんですよ白井ミュージックこれかなり前からやってるんですけど式の、ね、練習パッド広げますそうしたらメッシュヘッドこれをね置きますそうしたらこの上にこの練習パッドを載せます 9インチなんでちょうどいいでこれ何が起こるかと言いますとどうしても家で練習するときにパッとも打てばその分の振動が床に伝わるまあ分かりますよねでちょっとこれ叩いてみます、まあ、これむっちゃ揺れるんじゃないかって心配する方もいるんでこんなもんです ね、でこの、えー、振動を検知する、えー、最新の装置がありましてこれ僕ねこのこれと同じ下りを僕昔楽天の動画でやったことがあるんですけど <laughs> 懐かしいなはいえー、星型タンバリンこれをここに通しますじゃあ通常ね、えー、やってみましょう はいそれでは通常の振動いきますはいなりますねなりますよタンバリンえーえー、振動しますじゃあそこでこちら、えー、メッシュヘッドを置きますすると何が起こるか はい、行きます無音はい、えー、これだけですね、しっかりと振動を吸収してくれるわけです、えー、なので自宅でね、えー、こう練習パッド使いたいけど床にちょっと音が響くのが気になるという方はですね、この白石キー えー、防振スタンドですねの方法で、えー、やってもらえるといいと思います、えー、今まではこれとセットで売っていましたでそれが今回はこの9インチ、えー、これもセットとしてさらに登場すると、はい、いう感じになります、えー、ちなみにこの大きなね、えー、リアルフィール えこれもですね、実はあのセットになってる、えー、ちょっとスネアスタンドとセットになってるセットもあります。えー、かなり防振できるので、でしかもこう床とかをね、えー、頑張って防振するよりは、かなり簡単にできるんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひぜひ、まあ、こちら参考にしていただいたり、もうセットでね、ご購入いただいたりしていただけたら嬉しいです。ということで、 えー、いやあやられたな、<laughs> やられたなこんな練習パッドできるんだな、えー、と思いました。あのー、これは一個あの僕がね聞いた話で、あのー、練習のモチベーションを長く持続させるコツってありませんかって聞いた方がいるんですよ。でその聞いた方はすごいもう練習が好きな方で、でその人の答えが。 新しい練習パッドを買うってう <laughs> は分かるあの一番コスパがいいいんですよね新しいスネア買うとか新しいシンバル買う新しいペダル買うってやっぱ練習する気がもっと起きるしスタジオ行こうとかなるしすごい楽しいんですよ。だけど一番こう実は値段が安くどうにかこう練習のモチベーションが実はこうな,んかなんか最近練習できてないなっていう時に上がるのが。 練習パッドを買う一番コストパフォーマンスも高い、えー、練習のための、ね、方法なんじゃないでしょうか。えー、この裏側ね、えー、この滑り止めの部分というのもすごいいい効き具合で一応こうスネアの上に乗せても確かに滑らないっていう感じで、あのー、なんか自分の家のねスネアの上に乗せてみて。 スナッピーの音をこう確認しながら練習するのもいいんじゃないでしょうか、えー、とてもいい練習パッドが出てきましたね、えー、素晴らしいと思いますということで今回ご紹介したのは多摩の、えー、プラクティスパッド TSP9 のご紹介でした白井ミュージックの白井としみつでした